7人来てるのすごいだろうね。次がラストゲームでしょうか。9人がちょっとだるいなと思ってて。うん、ベースにやる気がないときだから、蹴られてもいいときは蹴られてもいいんだよ。やる気があるときだから、蹴られればなんだろうやるから。エアさん、明日から。蹴るよ。てか、ここ、部屋するのか、死んねえのか分かんないんだよね。準備完了でいいのこれ。なんだ、4番さん、どうも。でも、こんばんは。こんばんはって言ったら、サブアカとかですかね、4番さん。いや、全然、久しぶりに始めたら、めちゃくちゃ勝率悪いだけです。他のゲームで、もうこの時間だし、別にそんなに無理して。了解です。7マジやったことありますか。激闘すぎで。あります。はい、よろしくお願いします。チャットエンポジ解禁です。うん、7番組なしでお願いします。4番組なんとか言ってください。4通りしかないだろうって。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。48進路じゃないと。あなたの役職は、じゃないと俺噛まれるし。こっちから後から考えようかなと。夜が更けました。でも8、ローの感じがしたんだよね。だから8釣って黒結果見えたら、4番にしてなんだが4番釣ってって感じだったけど、イメージは。うん。なんで4番釣らないんですか？8番釣ったら多分4番破綻するし。明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。1番のプレイヤーが発言します。ああ、これからか。まあ、どっちもいいんじゃないですかね、占いは。1周目から出ても、セロドンしても。3回やっちゃったんですよ、今日ゲーム。3回も嘘つくことなかなかないんで、嫌なんですけど。はい、まあ、頑張りましょう。2番のプレイヤーが発言します。はい、占い師1黒ですね。一番って確実に人狼だと思いませんか。今日3回ゲームをしました。3回も嘘つくことになるなんてって言ってました。今回人狼なんじゃないですかね。嘘つくっていうワードが出てきてしまった場合は、3回もやってちょっと疲れてきたなとかだったらまだわかるんだけど、3回も嘘つくことになる、これは絶対に黒要素です。わかってください。1番さんが黒です。はい、今日は 1,2 の精査で1番さん釣ってください。僕はスライドも何もございません。 100% スライド何もないです。なんで1番釣ってください。もうこれ平和になって、多分絶対1番取れて俺噛まれる未来しか見えてこないんで頑張ってください。マジも毒せずに、次の日に毒温存しておいて、それでもう詰めるって感じでいいんじゃないでしょうか。結構強いんじゃない。あとは魔女のなんだ、俺蘇生とかじゃなくてどこぞかに蘇生とかだったらもっと強いよね。はい、3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。新が占いで1黒把握しました。そうね、まあその2の1黒って、1ってすごい発言短く終わらせてたのがすごい気になって、自分のことを白証明できる感じの人なんかなと思って、それか占い師なんかなとか思ってやってたんだけど、うん。これで1が魔女で2破綻とかだったら面白いなとか思いながらやってるんだけど、考えすぎかな。うん。まあ、この後他に占い師が出てくるのかどうかっていうので、また盤面固まってくんだろうけど、1、2の精査か。そうね。まあ2が言ってることもわからんでもないから、2周目の1の発言とか聞きながらかな。はい。4番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。特に CEO はないです。まず1番さん、なんか、単体で見るとそこまで、なんだろう、悪い、黒い要素はなかったかなっていうふうに思う。
サンバさんが若干言ってたけど、発言が短かった。ただそれだけ、ね、気がする。別にどっちでもいいよって言ってた。で、2番さん、どうなんだろうな。まあ気になったのが、俺、基本的に7人村、7人生存とかになると、僕が一番強いと思ってる。単純に。で、なんで、それをしたか、なんか、同進行ではなくて、普通に1周目出てきたのかがすごい気になったのと、あと、その2番さん目線は1が黒だっていうふうに主張してるわけだから、1の発言がどう黒かったとか、まあ、拾うことはできたはずなんだけど、それをしなかったのが少し気になったかな。ただ別に、そこまで黒く見てるわけではない。気になっただけ。以上。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営でした。4番さんに言っとくと、2番さんって1が3回とも嘘つくことになるとはっていうのを取り上げて、黒要素とした1を挙げてやりましたよ。やけど、なんか4番さんが持ってる視点って自分は一緒かなって思ってて、2番さんってなんで出てきたんやろうって、1番さんに黒結果持ってて、で、自爆されて俺が噛まれる未来しか見えへんのであれば、潜伏して、二人狼露出させた方が良かったんじゃないかなって思いましたかね。あと、二番さんが蘇生行っちゃった時に、占い師をして、なんか、相方とかって潜伏されたりしたら結構弱くないですか？一自爆の二、かまれの、一、二、三、四、五。一人魔獣が四分の一番、四人の中に一人しか人狼いないんですよ。6番のプレイヤーが発言します。まあ分かんないけど、1つって2って言ったら1自害釣れるんじゃないですか。まあ少なくてもね、1番の相方が、まあ相方っていうか占い師か、もう一人の占い師が出ないことには平安村だったら1釣ったらいいんじゃないですか。2が真確定して。分かんないけどね、現状だとね。まあどうなるか。まあ2番以外に占い師出てきたら、とりあえずまあ黒い人つって、1番つって、ね、2番つったら1人外釣れるんじゃないですか。うん。で、どっちが人外かって考えて、ラストウルフ釣ればいいじゃないですか。サンナーはあるんだから。それだけですね。はい。どうなるのか、平和になるのか、もう一人出るのか。それだけですね。うん。まあ、場面が定まらないことには俺はさっぱりわからないですよ。まあ、3、4、5、まあいろいろ話してるけど、いつって似てたらいいんじゃないですか。まあ、今のままだと1か、うん。7番のプレイヤーが発言します。アイスクシーンズ系ツリッシュ7番、キサラギアスです。よろしくお願いします。6番黒、3番黒、4番黒、5番普通、2番白って思って聞いてた。1なんか100人外よ。魔女さんは ?6 番って、無理。一黒。無理無理無理。無理やで。二番は白いから絶対二番は釣らへん。二番がそのまま、なんで二番釣らしたん？二番そのまま座っててくれたらよかったのに。魔女六蘇生。なんかでも六番黒って思っちゃってんけど。一番釣って二番釣ってってどういうこと？と思って。六番の段階下で、二番さんが占い師やってんけど。いや、7が占い師やねんけど、2がそのまま座っててくれるかなーって思ってたんやけど、座っててくれへんのかーいって思って。1番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。5番白です。5番白。7に背なんだけど、7人じゃないかなって思いました。7人。この7の2番白置きが全くわかんないかな。様子上げてないし、2番のムーブって、まあ、魔女だったら、ま、なんか、わかるけど、普通に村でやってるんでしょ。ナンバさん村置きしてるってことは。理解できないけどね、村置き要素が。ってことで、7人なんじゃないかなって思いました。まあ、ただ、6の発言で1釣って2釣るだけだったから、まあ、他の精査するのが今日の盤面だからって思ったけど、蘇生1なんで、村置きしますね。145の精査。45は、45も言ってること同じだったんだね、ほとんど。なんだ、二番さんが新占いだったら潜伏するっていうことは四号ともに言ってたから、まあ、大差ないですね。とりあえず七番の発言で二番の村置き要素が全くわかんないんで、現状七人かなと思ってます。はい。二番のプレイヤーが発言します。
まず、なんだろうな。村でこれをやった理由は一番が黒だと思ったから、言葉でね。これは、一番が短いとかじゃなくて、俺は一番の喋りの、言葉の様子を拾って黒だと認定して黒出しをしてるだけだから。ほんで、一番狼だと思ってるから、だから圧迫を。人狼が身分の開示を選択しました。が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。2番のプレイヤーが発言します。ちょっとさ、自爆されてから延長ボタン誰か押して、ちょっと今から裏技使うから追加ボタン押しといて、お願い。ありがとう、ありがとう。延長できとった。とりあえず4番に説明しとくんだけど、1番が話でその何、嘘をつくことになるなんてって言ったね。これって絶対人狼しか出ないと思って、村でそんでそんな嘘つくってなる第一声だよ。嘘をつくことになるなんて、これ絶対に黒だと思うけど、だから俺は1が黒だと思ったから、1番に圧迫をかけるつもりで1黒って、んで語りもすらも何もございませんって俺は言ったのよ。ほんで俺が、なんだ、結局降りるつもりだったんだけど、ほんで1番が出てきて、んで平和になったと思ったから俺はスラした。そしたら、それだと思ったら4、7番が1黒って言ったから、あーってなって、で、なんだろうな。やっぱり2周目の1番もやっぱおかしくて、7人で繋いできて意味不明だし、それで7番が2のことを白浮きするのがどうのこうの。3番のプレイヤーが発言します。聞こえる？聞こえるかな？なんか 2が座ってからすごいなんか止まってたんだけど、俺だけ？ちゃんと発言時間あるよね。うん、結局2は1の相方どこだと思ってんの？俺個人的には2はね、1日目だと普通に白置きしてて、そもそも1が自爆しなくても、あ、これ1人狼だなと思ってたんだけどさ、そもそも7人で追う目線がおかしいでしょ。2がローだったら、1が出てきた時点ですらする必要もないし、7が出てくる必要もないしっていう。の目線がおかしすぎて、もう一人狼でしか見てなかったんだけど。どうなんだろう。蘇生一だから6のことあんま疑いたくないけど、発言が全然伸びねえなとか思いながら聞いてて。それ以外でグレーっていうか蘇生一とか考えずに言うんだったら、俺個人的に一番怪しいなと思ったのは4番。2のことについて叩いてたけど、全然発言聞いとらんやんとか思いながら。どうなんだろうね。どうせ俺噛まれるでしょ。残りの3人で殴り合ってくださいぐらいの勢いなんだけど。はい。4番のプレイヤーが発言します。はい。俺が怪しいんか。まあまあ、いや。どこが怪しかったの？拾ってなかったのか？まあまあいいや。なんだろう。
あー、6か。まあね、ちょっと2番線気になったのが、あんまり俺、ムラサラってしなくて、で、怪しいと思ったんなら単純に怪しいって、言えばいいんじゃないかなっていうふうに思ったかな。なんだろう、なんかさ、ムラサラしてさ、その、濁るんだよね、盤面がすごい。っていうんだったら、まあ単純に、その1番線で、俺はそこまで、なんだろう、感じなかったんだよな、一番さんの発言で。その当時ね、一周目で怪しいって。だから、なんか一、二で、合わせて、そういうことをしてるんじゃないかなっていうふうに思った、単純に。で、五六の発言なんだけど、一周目聞いた感じだと、昨日の段階では五の方が白いなっていうふうに思った。ただ、まだ二周目、今日の話聞いてないからね。とりあえず聞いてどこに入れるか決めます。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。4番さんに言っておくと、3番さんは4番さんが話を聞いてないから4番さんが怪しいって言ってましたよ。2番さんって1の要素として挙げてたのに、4番さんは何も挙げてない2が怪しいって言ってたから、そこに関して3番さんは言ってやりましたよ。今日は、2番さんは絶対1、2ルールでつながり得ないなって思ったんですよね。なんか、1、2でやってて、1番、2番が1に黒出ししての、1が占い師で出のって、あんまりそういうのは見えないんですよね。だから2は白はじきでいいと思っていて、で、6番さんは、まあ確かに色落ちはしないけど、蘇生1っていうことで、結構そういうなんて白く見ちゃうんですよね。だから4から行こうかなって思ってるんやけど、4番さん自体にもそんなに色落ちする要素はなかったし、4、6で比較した場合、6が素性1なのであれば4から行こうかなって思うんやけど。4番さんって、2番さんって1に対しての黒良さ、1を上げてたんやけど、それも聞かずに2番さんが、なんでなんやろみたいな、怪しい良さ上げればよかったのにな、みたいなこと言ってたのって、まあ私、4番さん、釣りたいかなって思ってるんやけど。4つって終わらへんかったときは結構地獄やけど、4つって終わるんかなって若干思ってるんで、私は4いきますね。まあ、6番さんの発言がめっちゃおかしかったら6いきますけど、基本4のつもりしてます。6番のプレイヤーが発言します。うん、おかしいのは全員だよ。うん。6が一番最初でしょ。7番センスないから2番か5番にいいんじゃない？やばいでしょ。唯一俺だけ1番つるって言ってんだよ。1番捨て2番釣るって、俺6が、6、6、1で1番釣るって言ってる人が1番最初に決まってんだろ。くったらない精査してれば白いって思ってるからセンスないんだよ。7番とかセンス磨け。読んでいいよ。釣りちゃんが出ないんでしてだし。なんか2番に対してなんか1周目なんか言ってたよね。うん。1でいいんじゃないっていう感じじゃなかった気がするよ。発言が。だから読んでいいよ。うん。その後2号ね。25に読んでおかなかったら25だから。そしたらちゃんと7番は磨け、センスを。6番が最白って言えるようになれ、いつか。俺見たら6番なんか最白だろ。1つって2をつる機械的に言ってんだから。でしかも1が狼。1が狼で1つるって言ってるやつなんて最白に決まってんだろ、もう。色が見えないんだから村に決まってんだろ。村なんだから機械的にやるしかないだろ。何言ってたろうと思うよ。これで 2番とか5番ローだったら7番がな。センスを磨け。そんなに2番を信徒ぐなら4行って5行きますよ。負けたら7番が悪いからね。2番のローだってあるけど、7番決めたんでしょ？ 4 行って 5行けばいいんでしょ？ 2 番を村置きすると。そういうことでね。もう疲れだわ。もう蘇生も入り、発言も誰よりも真っ白な人が黒いっていう占い師がいて。こんな占いし勝てないと思うよ。読んで終わるのかな、本当にこれ。全プレイヤーのその疑いにはどんな根拠があるのかな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番、4番の遺言を発表してください。いやー、ごめんなさい、3番さん。なんか、聞いてなかったな、ちゃんと。個人的には、6か2か2かと思ってるかな。
で、なんだろうに言えること。まあ、3番さんの判断でいいと思うよ。ただ、その毒殺をしてほしいかな。毒殺はマジでしてほしい。なんかたまにいるんだよね。この盤面になってさ。なんか、魔女がさ、噛まれて、で、毒殺しないみたいな状態。そう、そう、毒殺しないと、グレーの3人でさ、投票になった時に、負けちゃうからね。それよりかは、3番さんが毒を投げて、3分の1勝てるって方法を取った方が確実だと思ってるから。なんで、まあ、どこでもいいんで投げてください。個人的には6巻にどっちかだと思ってます。以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。明けました。昨夜は2名の方が亡くなりました。とゲーム終了。人狼陣営の勝利です。自爆してどうしようかと思った。もうね、勝ちでも負けでもいいから終わりにしようと思った。いやー、B さんはめっちゃ迷うだろうね。いや、普通に1に見えないもんね。え、1に見えないよ。だって1がマジでおかしいから2が、2ってつながんなくねーって思って考えてたんだよね。でも5が白いと思って。6素正1でしょ。じゃあ1、2なのかなって考えたけど、まあ2には打てないよね。うん。